ハリケンのクリエイターサポートのコード。俺のクリエイターサポートは、RIKEN。N は1個。それじゃあ動画へ、レッツラゴー。さあ、サージが来ているが、ファイヤーたちは大丈夫。さあ、スナイパー抜いた。ラゼールがスナイパー抜いた。そう、壁が開いた瞬間、ラゼールが打ち切れ。そしてファイヤーが、それを見て、さあ、一気に詰めていく。さあ、アンチが、ちょっとめんどくさいね。川を経て、さあ、あっち側に行かないといけない。さあ、上から見ていきましょう。さあ、リムル君の上から、さあ、ぐっと見ていきましょう。さあ、全員移動しております。さあ、右の川から左の川へ、全員飛んでいきます。さあ、上を取ってるのはさ、名前が読めねえ。なんて名前してんだ、おめえ。さあ、ブレイブ、ハルアインが、さあ、上を取って、すごいね、ハイグラ強いね。さあ、リザードたち、ライトたちも頑張って移動しております。さあ、見ていきましょう。さあ、ライト、バンサーを使って資材を回収しながら、温存しながら、さあ、次のアンチに向かっている。ワイルドホーク。さあ、誰か？さあ、目の前のライトを、さあ、ワイルドホークが最後、とどめを刺していく。しっかりと資材を回収するために移動させて、全員でアイテムゲット。うめぇ！しかし、ここで死が来るのは惜しい。さあ、目の前、お尻がたくさん出ていた。ここはワンボックス、打ち方が上手すぎる。さあ、アトルトライフル、この距離はワイルドホークの距離。さあ、一気にキルを持っていって、資材も回収、これ惜しい。あ、現在今マッチ中だよ。あ、行こうか。ちょっと待って、みんな。ちょっとネタバレ飛んでくるかもしれないから、ごめんね。ネタバレ飛んでくるかもしれないからね。一旦これでね、隠しながらやるのよ。こっちの方がいいだろう。こっちの方がいいだろう。何キルしたか分かりたくねえだろう。リムル君も中段で隠れている。さあ、一発ヘッドショット当てて。さあ、リザートのエイムガイド30プラチナをまずは撃破。さあ、ここはやられてしまったが、さあ、リムル君が1対1。さあ、隠し合入れておきたい。さあ、隠し合って、さあ、逃げるシフォンを倒していく。さあ、味方は誰もいない。残り1人、一度アンチ外で。さあ、キャベツを食べながら目の前に150ダメージ、いいダメージ。しかし、こっからさあ、5秒くらいのリロードが入ります。さあ、目の前クレーンチャンネルが落ちてきたが、これは一発撃ったが外してしまった。さあ、レンコン目の前強っ。さあ、腰打ちで2発で沈めていった。さあ、残り人数4人、1対1対1。さあ、どうなる。4チーム。さあ、目の前で敵アサルトライフルでクレーンを撃破。 50HP 回復。しかし、アンチがすごい微妙なところ。すごいラグそう。さあ、キャベツを食べてやって。うわー、ここ降りてきた。うまっ、古いで何て呼ぶか分かんないけど、ドラゴンブレス一発。しかし、ドラゴンブレスのリロードが終わっていないので、これはしんどい。一回、ちょっと待ってね、一回待ってね。あの、ネタバレ禁止で、デカ顔、ちょっと一回、見る？シンクたちの方見る？みんな、シンクたちの方見る？みんな、これ映ってないよね。これすごいぞみんな、これすごいぞみんな。ちょっと終盤だけ見ようか、シンクたちの。さあ、残り人数、40人。さあ、当てすぎ。さあ、こいつがいればサージなんてものともしねえ。ハイグラを取った状態で上から弾丸の雨を降らしていく。いつもあんなに、何ですか、アリケンさんみたいな、すーげえホワホワした喋り方してんのに、プレイはゴリゴリゴリ男。さあ、上からもう腰打ちだ。あ、また当ててる。さあ、スカーレットメル目の前の A2 高も。さあ、もう前サーがやっている。さあ、味方がやって。さあ、これも当てて。あ、もうダメージしか出ねえ。弾が前段的に当たります。オーバンブル、前オーバンブルはしっかりと。さあ、ダウンしてる敵を見て、さあ、金スカーをゲット。あんだけ当てるこいつが金スカーを持ったらどうなってしまうという私のこの気持ち、私のこの興味心。さあ、どうなってしまうんでしょうか。さあ、シンクももうアサルトライフルがないので、自分が持っているサブマシンガンをありったけを全て出しています。もうこれで終わってもいいというぐらい、まるでゴン。あ、このチームにはこいつもいます。さあ、しかも持っているのはドラゴンブレスショットガン、悪魔の武器。さあ、リビバンダンバダーさんが、さあ、下で、さあ、ボックスに入っているが、上から撃つ簡単なお仕事。さあ、メイシーもどん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 下に行っております。さあ、これはメイシーがキル取りに行くやつかな。さあ、ちょっとずつ降りて、
さあ回復勝負なんてさせねえ、全員俺がぶちのめしてやると言わんばかりで、さあ打っている目の前な WR キング、さあ3G してるがここは一発も当たらない。さあ目の前のキングが落ちて、さあメイシーここは張り替え勝負から、さあ取りに来たユセアに大ダメージ、さあローグラでやり合っているところをメイシーがやってくるぞ。さあ全て自分の壁と床、階段と床、ああなんだ屋根と床にして、さあエディットして出てくるところをやっていきたい。目の前にはペボ、さあ角度使って1ダメージ、そこをシンクがゴリ押し、一緒に行こうぜ、1位になりました。怒涛のキルで全て蹂躙していった、圧倒的1位、全部で8キル、現在70ポイント1位です。70ポイントあるじゃないですか。どっちもビクロイしてます。わけがわかんないです。さあ真下の敵に、さあアサルトダメージめっちゃ合っている。さあここは全員で上の敵を全部落としてやっていく。さあアイス3突貫、さあメイシーやられてしまったが、ここはチャグスプも資材もゲットできたのであまりにも美味しすぎる。さあ前さあ1人になってしまった、資材も残り2枚、さあスカーレットを倒してスカーレットの資材をさあ奪っていく。まさか前さあ1人でキャリーできるのか。さあどっかで切り入れて少しでも資材が欲しい、うー欲しい、ベストプレイヤーをハープンタで落として1人1キル2キル、うますぎる。さあ1人でどこまで増やせるか。さあナイトルの上は取れた。さあ資材がもうない、うわー落ちたところ、ナイトルにやられてしまった。こんにちは、またぜだな。ハイパーハイグラだよこれ、ハイパーハイグラです、これ一番強いです。さあルリたちはこれは移動は終わっているのでしょうか。うわすごっ。さあちょっと上からの様子見ていきましょう。さあマウフィンたち移動していきます。さあ下にはえぐい量のさあ人間がいるぞ。さあ全員このさあ建築の中に住んでおります。さあまるでハウルの動きしろ。さあ全員でやり合っております。さあしかしやっぱり下の方は兵糖たくさんもらえますね。あしかもまた山の上だよこれ。さあ圧倒的マウフィンたち有利。さあハイグラからアサルトライフルでさあ削り落としたい。さあ1人キルが入った。さあマウフィンのキルになりましたねこれ。シュンシャンは当てます、当たらん。いやー俺当てると思うな、スナイパーの達人って書いてんだぜ。当てないといけない、プレッシャーかけるで、ね、あれでしょ、いやー当てるわけない、当てるわけないって言ってさ、当てた瞬間えーって言うよみんなで。そんな当てるわけないよ、ほんとそんなね、当てるわけない、そんなシュンシャンが当てるわけないから。シュンシャンだよ、五等分の花嫁見てるシュンシャンだよ、当たんねえよ、もう当たんねえ、もうかぐや様を告らせたいのシュンシャンだよ。さすがにね、そんなシュンシャンが当てるわけ思います、え思いません思いません。いやこれきつい、早めに当ててくれシュンシャン。そんな都合のねいいことね、なるだろうな、ほんとシュンシャン、シュンがシャンですよ、シュンがシャン、シュンシュンシャシャンシャシャンシュンですよ。シュンシャン砂から出て砂ポッタルも当ててくれ。いやそんなね当てるわけでねえ、そんなシュンシャンが、お前す、お前団子三兄弟すんな、お前、俺が悪魔のデスゲームを始めたせいでここから握りねえ体になっちまったよ。いや皆様、シュンシャンが当てると言い始めて5分経ちました。いやまさかね、いやまさかね、あなんか撃ってるスナイパー撃ってるけどもうロードで見えない、当ててねえだろうなてめえ。まさかシュンシャンがねこっからこの場面でね当てるわけないですよ、もう俺はわかります。シュンシャンは求めれば求めるほどやってくれないタイプでさえ。さあシュンシャン目の前のリムルを倒したいが、さあリムルの味方から、うわーワンボックス囲まれて、さあシュンシャンやられちまった。さあしかし山がまだ生き残っている、ペガと TS ぐらいしかいねえわ知ってる人。うわこれ頑張ってほしい、これチャンスだよこれ、逆にリズアートたちがいないのはチャンス、逆にアンチ強いよこれ、真ん中でしょ、結構真ん中でいる、いやこれ強い、いやマジ頑張ってほしいな、ちょっと祈るわ俺マジ、神様にお願いするわ、アンチの神様、こいつらが生きるアンチにしてください、お願いします。えよーかまへんでー、アンチ楽にしたるさかいなー。オッケー届いた。さあアンチの神様は味方になりました、いいんじゃない。うわーでもちょっと山上外れんのか、横の山の上が強いね、この人たち強いね。いやまあでも右下よりかはマシ、うん、
今行った方がいいな、これ。そうね、早めに行った方がいい。いや、微妙いな、これ。そうね、早めに行こう、早めに行こう、早めに行こう。まだ入ってない。これマジで早めに行った方がいい。あ、ちょっと待って、アンチ山の方来た、アンチ山の方来た。これマジで上取った方のやつの勝ち。ナイスナイス、どかしたどかした。これ一旦下下がるか。うわ、上取られたくね、これ。頑張れカット。うわー、やられてしまった。さあペガサスが、さあしっかり WR キング倒して、さあ回収、資材回収できた。チャックスプール TS はアンチ移動してる。 TS 頑張って生きろ、バレちゃダメ。うわー、いいそうだね、一回ローぐらいって。あ、しんどいな。頑張れ TS、 倒せ。うわー、いやー、倒しきれ。うわー、惜しい。ライト抜かれた今。うわ、ほんまや。おい、ラゼルも抜かれとるって、何が起こってんの。うわー、ライトが抜かれてゴリ押しされてって感じか。スナイパーが強すぎる。さあこれは開けて、うわー、ちょっとルリの背中が大きすぎた。だけど抜いてるルリくん、えぐっ。お前ら、お前らさ、見るか、見に行くか、見に行くか、見に行こうか、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 見にな、見に行こうか。待って、26人しかいなくない？え、待って、何このマッチ。待って、26人しかいないよこのマッチ。え、ちょ、どういうこと？待って待って、どういうことこのマッチ。ダブルキーしてるってこと？ちょっと待って、いや違う違う、もう ここで26人しかない。何このマッチ。ダブルキーマッチ、あーもう。あー、ちょっと今ラグかったんだろうね、多分ね。うん。多分ラグかったんだろうね。いや、ラグはしょうがない。ラグはしょうがない。ラグはしょうがないね。いや、これはラグはしょうがないよね。うん、ラグはしょうがない。いやー、さあ次行こうか。うわー。うわ、すっげえよ、みんな、このマッチ。みんな、このマッチ、すっげえ。メイシー、リザート、マウフィン、ケンタチャンネル、SVN、全部いる上が。いや、もう、酷だって、こんなマッチで DS たち1位にならなきゃいけないの。こんなマッチで DS たち1位にならないといけないの。いや、あまりにも酷すぎる、これ。いや、これは。DS たちはここで、100ポイントまで稼げればワンチャンあるって感じ。え、てか100稼げばあると思う。さあ目の前フリーク、さあいるが、これはリザート。さあレーザー、なんだあれ、なんか飛んでいく。さあセロトライフル当てている。さあスラーピーは俺らのもんだぞ、出ていけと。さあどんどん、さあワイルドホークが、さあゴリゴリに、さあいいね。さあこれはもういってるね、多分もう明日出れるから行こうぜってなってると思うよこれ、うん、いやこれはもうね、もう俺ら行こうぜとか言ってるよ、ワイルドホークが。ワイルドホークがもう行こうぜ行こうぜとか言って、リザートが行こう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 ってやった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 って多分言ってる、もう聞こえてくる。さあベスパーも来た。さあここはわ、え、さあ敵止まったね今。このモサがたくさんいるプレゼントパークを抜けないといけない。さあ見てください、さあ最終試合、さあいつ誰に撃たれてもおかしくありませんこの状況。さあ周りはすごい状況になってきた。さあすごい量の人間がプレゼントパック近くで、さあ塔を立てている。さあどうなってしまうんでしょうか。さあ残り19ポイント足りない。どうにかこうにか一桁に入らないといけない。33位以内に入らないといけない。キルとかも入れないとちょっと怖いかもね。てか資材とか回復が足りなさすぎる、あまりにも。さあ周りに全員来て、クジャクがハイグラ、ナイトルたちがハイグラ取ってますねこれね。さあ残り少ない資材を使って、さあアンチ移動します。さあ一番前に躍り出た、いいね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 。家の資材買った。いやー、こ、やばい、やばい、やばい。逃げろ、逃げろ。やばい。やばい。さあ、ペガサス、どうにかこうにか逃げれている。さあ、TS たちと、さあ、タットちゃんが落ちてしまった。さあ、TS と合流している。さあ、クソガキクラン、二人で。さあ、どこまで行ける。さあ、周りで足音がすごいしている。さあバウンサー使って一気に前に踊り出る。残り資材27枚。いやどこかで取らないと無理だよこれ回復。さあイワシをもらっていきます。さあバウンサー使って残り20枚。うわー、後ろからアストロトライフルやられていって、残り1人 TS1 人倒している。さあ1キルで85ポイント、11ポイント欲しい、ガチで11ポイント欲しい。 TS1 人で生き残るだけでいい。残り資材60枚あるから、いや、立ち、いや、いける。
ヘイトもらわなきゃいける、マジで。頑張れ、一旦デカプロも頑張れ頑張れ頑張れ、いけるいける、いや出ない方がいい、出ない方がいい、いよいよ端っこ、いや撃たない方がいい、いや怖い、やばい落ちたらまずい、デカポ1個飲みてー、これさあ戻りランチ、いいよいいよ、一番前にいる、残り数は18枚、デカポ飲もう、危ない、いいよナイス、よけ、そこまずい、そこ危ない、順位ポイント90ポイントいけ、どっから敵が出てくるかわからない、これはもう運です。さあ横から来ているが、ここは PS24 キル取ってカッキルに入れる、ナイス91ポイント、まだ落ち着け、落ち着けばいける、落ち着けばいける、落ち着け、落ち着いて、アンチアンチ出て、やろうそいつ、いや頑張れ PS、 下に降りて、下は危ない、うわ92ポイント、うわわかんねえな、うわどうだろう、わかんない、後でのお楽しみ。さあ残り4人、3パーティー、さあここは落ちて、さあ1人倒す、 TN カナダを倒して、さあ残り2パーティー、 2v1 勝っていったら T ワイズビザートチーム、それでは見ましょう、ランキング見ていきましょう、 FN シリーズ。さあ33位までが、明日の大会に出れます。それでは見ていきましょう、ドン、クジャクたちが1位、リザートたち2位。さあ、いいね。さあ、マウフィンたちは？あれ、マウフィンたちどこだ？さあ、マウフィンたち、すごい抜かされたね、最後。まあ、でも全然133ポイント余裕でしょう。さあ、どうだ？だん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 、だん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 、だん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 、だん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 、だーん！何位？ 91 だから、うわー47位、いやよく頑張った、みんなこれは称えよう、来週もあるからね、来週また応援しよう、みんな、あ来週また応援しような、ボーダー100105ポイントだね、いやーお疲れ様、よくやったよ。ということでこっから33から上のワンマッチかな、明日はそれで戦って、優勝を決めるって感じですね、皆さん、はい、こっから、こっからね、33位以内の人で明日戦います。あおもろかったな、あいや皆さんチャンネル登録よかったらねしていてください。皆さんどうだった、久々の FNCS いいね、楽しいね、やっぱりトリオはおもろいな普通に。それでは皆さん今日は見にくれてありがとうございました、お疲れ様でした、せーの、またな、バイバーイ、おつお疲れ様です、バイバーイ。いやー、TS たち惜しかったな、マジで。いやー、でも熱い試合をありがとう。熱い試合を本当にありがとう、マジで。また明日楽しみだね。それじゃあみんな、またな。すんな、お前。一つ飛ばして団子、団子。三つ飛ばして団子、団子。一番真ん中団子団子団子三兄弟団子、一番上も団子団子、まだびっくりした、受験の例えが心に刺さったわごめん、それは本当にごめん、でももう受験で焦ってるやつがこの配信見てる時点でもうお前はもうダメなんだよ、もう受験生は見ないから、もう見ずに勉強しなさい、全力のやついきます、いきます、あ、スプーンがプシュプシュ、ディスカスティスティーノー、これが全力です、死にそうなのでお茶取ってきますね、どうもみやぞんです今日皆さん見に来てくれてありがとうございます、嬉しい、1万3000人も来てる、あーすごーい、 ありがとうございます、あーはい、何ですか、はいはい、あ、実況そうですね。あんまりやったことがないので、今日頑張ってやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、さあ、リブルさん、あ、上に行きますね、これ。さあ、ハイグラウンド取りに行ってます。あ、すごいな。はい、っていう、ミヤゾンができます。ありがとうございました。体がアラポンで声はミヤゾンです。どうも、一人安全漫才です。